ファイルのサネと三笘ではどっちの方がうまいですか。相手の重心見て逆つくドリブルとかリズムでね相手かわすのは三笘の方がうまいと思うんですね。でもサネの方がスピードだったりとかこうフィジカル的なぶつかり合いとか、あとミドルシュート、今日そういえばさっきレバークーゼンね見てたんですけど、サネのミドルシュートが決まってるシーンあって、昨日のバルサ戦と、まあ、似たような形で、だからバイタルエリア、ディフェンスラインの前のエリアでサネを置いとくと相手がかわされたくないから距離取るじゃん。その距離取ってる時にミドルシュート突き刺すみたいなのがあるから、あ、だから本当に一時期のモナコ時代のレマルみたいな、そういうイメージの使い方なんだろうなと思いましたね。だとしても、まあ、やっぱり相手がスペース狭めてくるとライン間では活躍できないんで、まあ、状況によって使い分ける必要があるのかなって思いましたけどね。